身長が高かったので親にやってみたらって言われて始めました。小学4年生の時に始めてクラブでやってました。北浜東部中学校です。キャプテンをやらせてもらってたのでみんなを引っ張るっていうことが大変だったなっていうことが一番の思い出です。顧問の先生に推薦をいただいてもう一回やろうって思ってきました。声が大きくてみんな笑顔でやるチームだなって思いました。みんな仲が良くてでもその中でプレー中は指摘し合ったりお互い似合える関係であるので外信用し合ってる関係でとてもいいチームだと思います。雰囲気が悪くなってしまった時とかにきちんと声を出してみんなを引っ張れるような存在になれるように頑張っています。私たちが違う道に進もうとしてしまうとここがダメだよって明確にして教えてくれるので自分たちも正しい道に行こうともう一回やり直すことができます。決勝に立つっていうことを目標にしていて今富士見が一強になっているので自分たちもそこに戦えるぐらいのレベルを今仕上げているところです。